おはようございます。サスケの YouTuber、たまさまです。今日は、たまさま流のね、究極のミルフィーユ鍋を作ってみたいと思います。お楽しみに。はい。今日の材料ですね。今日の材料。こちら。白菜。はい。豚肉。漬けしゃぶ砂糖の、はい。しゃぶしゃぶ用肉。小揚げ。はい。キノコ類が好きなんで、僕。こちら、えのきと舞茸、はい、こちら、白滝、白川昆布、鶏ガラ、ね、以上、こちらの材料を使って今日は作ってみたいと思います。はい、というわけでね、煮えたんで食べてみましょう。お好みなんですけど、こちらポン酢ね、ゆずポンとか昆布ポン酢かね、はい、ゆずこしょうなどでお召し上がりください。こちら大根おろしもね、はい、美味しいと思うんで、僕はちょっとポン酢と、はい、大根おろしでいただこうと思います。それでは焼いてみたいと思います。いただきます。うん、美味しい。これね、シンプルだけど結構美味しいですね。はい、この肉と油揚げの甘みがね、またいい感じで、下に入れた白滝もね、いい感じのアクセントになってます。
はい、というわけでこちらね、はい、月しゃぶ佐藤さんのタレがありますんでね、はい、こちらね、水と1対1で割ってくださいということなんで、水とお湯でね、はい、割ってこれで食べてみたいと思います。いただきます。うん、おいしい。あっさりしてるけどね、味がしっかりしてる感じです。はい、うん、こちらの佐藤さんのね、はい、タレはステーキとかハンバーグにも使えるみたいなんで、はい、ぜひ使ってみてください。こちらすごい美味しいです。結構ねシンプルな鍋なんでね、アレンジもしやすいと思うんで、皆さんのねレシピで作ってみてください。以上、タマ様でした。またね。